始まりました。今回のゲストは、シリアルアントレプレナーでドキドキと会社をやっている井口さんに来ていただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。井口さん、簡単に自己紹介を改めてお願いしていいですか？ドキドキの CEO、ファウンダーの、井口です。サンフランシスコと、日本、京都を往復しながらですね、主にオーディオソーシャル、ダベルというアプリを、やっておりますが、今年のですね、夏ぐらいからオーディオメタバースの舵を切っておりまして、オーディオのメタバースって何やねんっていうのはですね、常にあちこちから、ご質問いただくんですけども、来年の早い段階で、ベータ版をリリースできる予定でして、我々メタバースの領域でですね、オーディオって全く新しい、切り口で、勝負を挑もうとしております。よろしくお願いします。お願いします。はで、い。井口さんは知ってる人は知ってると思うんですけど、世界カメラってアプリであるとか、テレパシーっていう、ハードウェアですね、これは。Google グラスのようなプロダクトやったりとか、今はいわゆるオーディオ領域で、事業やられてるんですけれども、いわゆるソーシャルとか AR みたいなところでは、非常にその長いことを事業をやってきた方なので、今回、かつ、アメリカも日本も含めてテックトレンド詳しいので、2021年のですね、テックトレンド振り返りみたいなテーマを井口さんとやりたいということで、お呼びしました。よろしくお願いよしろしくまお願いす。します。はい。はい。ということで、2021年、どうでしたかというようなことなんですけど、多分一番実は今年でしたみたいな話でいくと、日本でですね、21年の、頭には、クラブハウスっていうのが流行って、でもなんかもう遥か彼方のようなちょっと感覚が、あるんですけれども、何年前だっけみたいな感覚になっちゃってますよね。そうですね。はい。で、これが、それこそやってらっしゃる、ダベルなんかとは、すごい実はコンセプトが近しい部分があったりしていて、非常に、その点でも、ちょっと井口さんからも、なんで日本でこうクラブハウスが流行ったとか、グローバルでもどういうふうに、当時だったり今だったりが見えてるかって、井口さん目線でのちょっとお話もいただきたいかなと思うんですけど、まず最初にこのトピックスについていかがでしょうか。わかりました。クラブハウスは本当にガチ競合でして、我々ダベルってアプリは2019年の1月にスタートしてますが、彼らは、2020年から派手にスタートを切っていまして、ずっとステルスだったんですよね。要はだからテストフライトっていうアプリのその提供スタイルがありまして、要はだからそのアップストアにはないけど、iOS のアプリが使えるっていうプログラムが、Apple で提供されてまして、要するにアンドリーセンさんとかですね、ベンチャーキャピタリストがガンガン使い始めて、で、その、ちょっとこう、ずるいゲームの進め方を彼ら、別にけなしてるわけじゃないんですけど、ずるいっていうか、うまいゲームの進め方をしていて、要はだから、投資家とかインフルエンサーにある意味エクイティを配る形で、どんどん使ってもらって、要するにバズらしていくっていう形のマーケティングですよね。これはだから今、ベンチャーキャピタルがすごくうまくなりつつあるやり方で、要はだからその、今やその投資家がある意味、インフルエンサーと同じような立ち位置で、全く新しいプロダクトをどん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 世の中に広める先陣を切ってる部分があって、で彼らは当然、投資もできるし、発言力もあるし、言ったらそのノウハウとか、そのナレッジはめちゃめちゃあるから。アンドリーセンさんはやっぱクラブハウスを立ち上げるにあたって、ある意味こう一蓮托生、一緒になって、ある意味エクイティというコンボというか武器を持ってですね、製品を売りながら、要するに株価をどんどん上げていくっていう非常にうまい戦略で世の中に広めたなと思ってますね。でもまさにソフトバンクビジョンファンドが、10兆円ファンドを作ってっていうのは数年前にあって、でもアンドリーセンとかセコイアもファンドサイズが追っかけるように大きくなっていきましたし、そそうもでそすね。もアンドリーセンとかも何百人とそのチームにメンバーがいて、で、それこそ発信を手伝ったりとか、コンテンツやってて、記事コンテンツとか、ポッドキャストがめちゃくちゃやったりとか、なんていうんだろう、もう VC が業界を作るぞみたいな、そうですね。熱で、こういうことを日本で言うと、いやいや、そんなに、そんなもんじゃないみたいな、企業家が作ってるっていう、むしろ言われそうなんですけど、でも、もうそういうマインドセットがもうちょっと突き抜けてアンドリーセンはあるような感じがあって、それが体現されたプロダクトがある意味、こう、クラブハウスだったかもしれないですね。ポール・ダビッドソンっていうのはシリアルアントレプレナーの上に、ある意味その彼も同じ業界で、その要するにだからベンチャーキャピタルのパートナーを経験してるから、ポール・ダビッドソンは CEO ですか、そのクラブハウスそうですね。クラブハウスの CEO で、もともとそのハイライトっていう、要するにその近距離出会い系のアプリを2014年に立ち上げた、2014年、2012年だ、に立ち上げた、
まあ、要するにその連続起業家なんですけど、彼はだからそれをピンタレストに売却した後に、うん、あの有力ベンチャーキャピタルのパートナーを務めているので、うん、まあ、言ったら同じ穴のムジナなんですよね。なるほど、うん、そうそう、通貨なんですよ。だからアンドリーセンも非常に組みやすかったんじゃないかなと思います、うんうん、はい。一瞬でもクラブハウスがその日本で流行った時って、そのなんかネクストツイッターっていうか、なんか音声版ツイッターのような、多分なんかこう感動というかがあって、で、まあ今ではちょっとどうだろうな、まあそういう似たようなものもできまして、ツイッタースペースが生まれたりとかして、だいぶ日本でのなんかこう影響力が結構下がったような印象があるんですけれども、まずそもそも なんであの時なんか流行ったとかって ありますか？まあコロナっていうのはすごく大きいですよね。ああ、なるほど、そうですね。うん、やっぱみんなこう声でしゃべるっていうことの快感に改めて、あ、これはすごく気持ちいいよねっていうのはユーザー体験としてめちゃめちゃあった気がしていて、うんうん、なかなか人としゃべれない、出会えない、あの飲めない、語り合えないみたいなところがあったから、やっぱこう音声でライブでしゃべれるっていうあのこうワクワク感っていうかしずる感は絶対あったと思っていて、うん、しかもやっぱりこうクラブハウスってやっぱり US で成功したやり方を日本で繰り返したときに、日本でもっと加熱したっていうか、うんうん、アメリカ以上にうまくいっちゃったってところがあって、うん、有名人のライブの会話で後で聞くってことがもともと今できるんですけど、まあ要するにアーカイブがないからその場に行かないといけないし、うん、かつそのなんだろう、普段とても差しで喋れないような人が、うん、あのいたりする、それこそタレントとか政治家とか有名起業家とか、僕だってすごかったのがなんだっけな、マジックキャップっていう、あのジェネラルマジックって会社が昔あったんですけど、うん、iPhone の先祖みたいな、もうアップルのドリームチームなんですよ。その全メンバーが出てるやつがあって、クラブハウスで。マジかよとか思って、もうなんかあの NBA のスターチームプレイヤーとかと一緒にバスケットコートに立つようなもんだから、もうちょっと触れちゃうっていうか、うん、それはやっぱちょっとすごいですよね。あれがなんか日本でアメリカでのその繰り返しどころかもっとこう加熱したっていうか、日本人ってやっぱちょっとこう熱しやすく冷めやすいところもあるから、はい、うんうん、一気に来た時になんかみんながもうワンスが入っちゃって、だからその日本人の熱狂のこうカーブにすごくあったんじゃないかなっていう気はしますけど、ね、だ US と日本、アメリカの日本人は結構冷めてたんですよ。なるほど。はい、なんかね、マーク・アンドリーセン、ベン・ホロイツって、まあ、アンドリーセン・ホロイツのパートナーとか、あとはなんだろう、はい、イーロン・マスクがこう配信をし始めたりとか、まあ、すぐ芸能人が行ったりとかっていう。ああ、サーバーパンクしましたよね、はい、イーロンの時は。そうですね。うん、はいはい、あと、多分あの時話題になって、ちょっと今、おぼろげな記憶で言うと、うん、あれですよね、あの招待に制限が確かあって。そうですね。そうですね。でも、普通の割と招待の仕組みで、みんななんか招待枠をくれって言って、なんかあのメルカリで売られるみたいな現象が日本で起きた。一瞬だけ起きたっていうのが確かあって、招待枠がレアでしたからね。そう、だからそのぐらいなんかこう招待をするってなんかこうもうもはやないじゃないですか。当時のなんかミクシーとか、あの日本でもあの招待制 SNS みたいな感じだったと思うんですけど、まあ今昔 G メールがそうなんですよね。ああ、そうか、そうだ、そう、G メールがね、もともと招待制でめちゃめちゃバズって広がったっていうのは確かにあって、はいはい、まあちょっと古典的といえば古典的なんですけど。そうそう、あの動線がめちゃめちゃ良くて、あれ なんかその例えば木下さんをお呼びして、木下さんが入るとちゃんとピコーンってアラートが来て、で行くと一緒にもうルームができてるみたいな、そこのオンボーディングがね天才的にいいんですよ、あれ、うんうん、はい。だからなんかそういう招待っていう、なんかこう別に古典的なというかマーケ手法みたいなものがあったとしても、なんかプロダクトが良かったりとか使ってる人が、うん、あの一つのバズを作れているっていう時に、多分その全然古典的な方法が通用する、でそのバズの重要性っていうのも、もちろんプロダクトありきだとは思うんですけど、そのあたりがみんなの目を覚まさせてくれるような多分感じで、だから2021年での今日テーマでいくと、なんか B2C サービスでスコーンとこう世界をちょっと動かすかもっていうのが、あの久しぶりに出てきたっていう、多分ことが始まったような気がしています。はい、鮮やかでしたね。そうですね。でなんかこう今年の中でこう僕がちょっとメモしているところとかでいくと、例えば春の、3月ぐらいかな、ロブロックスっていうゲームのプラットフォームで、これもなんかメタバースみたいな領域ですけれども、はい、あの日本だと、まあ、いわゆるクラスターとか、ああいうバーチャルなワールドみたいなものを作っているような会社で、うん、ここがまあいわゆる時価総額上場したら4兆円ぐらいに今なっていたりとか、はい、あと、
まあ、あとはなんだろうな、あの、井口さんとも少し、やってたんですけど、まあ、いわゆるポケモン GO のナイアンティックが、はい、時価総額1兆円まで跳ね上がったとか、はい、そういうような、その、あと、まあ、Facebook ですよね。Facebook が他社に変えたとか、はい、まあ、そういうトピックスが、あの、いくつか、あの、出てきていて、まあ、全体としては、あとあれか、今、この年末でいくと Web3 だと思うんですね、国内も。うん、なので、はい、あの、前年はなんかこう、B2B SaaS が、こう、全盛な、うん、2019年から21年ぐらいの頃日本でもありつつも、この B2C のネタが実は2021年はもうボコボコボコってこう、なんか出てきたんじゃないかなっていうような印象自体は、はい、まあ、ありますと。で、あの、なんか井口さんがそれらをなんか振り返ってこう結構こう、実はなんかこう連動してるみたいなことをすごい感じているっていうのを、あの、聞いたんですけども、なんかそれはどういうふうに、あの、このエラーの流れを振り返るんでしょうか。多分、クリプト、つまりその Web 3.0 の大きい流れ、つまりそのインターネットのインフラそのものが、まあ、要するに地盤の部分から大きく組み替わってるっていうところに、ちょうどこうメタバースと XR、XR というのは AR と MR と、あと VR、まあ、全部ですけども、XR と、あとはその AI ですよね。要するにそのロボットみたいなその人格が勝手に人間の代わりにいろんなことをやってくれるっていう。だから、やっぱ一番根幹は僕は Web 3.0 だと思うんですけども、その上に、うん、メタバースっていう空間性のある新しいサービスの提供形態が生まれつつ、そこに入っていくインターフェースとして XR っていうのは非常に今進化発展している上に、それ入った時に現実のその物理的な人間だけじゃなくて AI っていう存在も待ち構えてるっていう、だからそれが全部実はものすごく関連してる気がするんですけど、まあ、一見ちょっとバラバラに見えちゃうっていうところがあります、うん、はい、そのなんか関連、もうちょっと関連してるっていうのはなんかどうなんですかね。それら例えばメタバースみたいに言ってるようなサービスもそういうクリプトの要素がついてきたり、うん、なんかいろんなものがこう、まあ、ある意味こうどっちからでも来るみたいないう感じっていうふうに捉えればいいですか。多分あのキムスなんかもすごくご覧になってるから、あの特にクラスターも出しになってるし、多分結構分かりみがあるかなと思うのは、一番分かりやすいのはやっぱりあのゲームですよね、うんうんうん、要するにそのなんだろう、バーチャル空間型で多人数でプレイする類の、要するにこう VR 的なゲームって、要するにインターフェースも言ったらもう VR にすごく向いてるし、没入型の VR にすごい向いてるし、ゲーム内の通貨を要するにそのブロックチェーンしちゃえば、言ったら要するにプレイしながら、要するにそのコインを使っていくっていう意味で言うと、もう先取りしてるわけだし、もともとゲームって当たり前に街中の人たちって全部あれ AI じゃないですか。別に物理的な人間もいるけど、実際にはその街中で あそこに行ったらいいよとか言うのって基本的に全部 AI だから、だからそれゲームって全部先にやってるんですよ。なるほど、そうですね。そう、うん、そうなんです。なんかゲームのようななんか体験がもっと普通のサービスにも落ちてくるようなのがようやくなんか出始めたみたいなところはあるっていう感じなんですかね。いや、そうなんですよ。だからFF とかやってた人たちだと割とピンとくると思うんですけど、例えば宿屋に泊まったり、カジノに行ったり、結婚したり、なんか組合を作ったり、なんか一緒にこうクエストしてなんかゴールをそのクリアするとなんかご褒美がもらえたりとかっていうのって言ったらゲームって言いつつ、結構日常生活の延長みたいなことやってましたよねっていうところで、それがそのサービスの領域を超えてつながっていくとか、要はだからその要するにトークンもサービスを超えちゃってるわけだし、 Web3.0 って、でしかもその XR ってその固有のゲームにつながってるわけじゃなくって、もう汎用のデバイスになってきてるから、でしかもAI にしたってそのゲーム専属の AI とかじゃなくて、クラウド上でめちゃめちゃ優秀ないろんなベンダーの AI が揃ってるんで、だからそのゲームメタファーで言うと、そこに出てくる AI も使うためのインターフェース XR も、その中で動く通貨、要するにゲーム内コインも全部分散型で、いろんなプレイヤーが死ぬほどマルチベンダーで戦ってるっていう状態になってるじゃないですか。だからゲーム視点で考えるとすごい分かりやすい気がするんですよね。なるほど、うん、はい、ゲームがなんか本当にプラットフォーム化するみたいな話が、うん、なんか昔からあったような気がしますけど、はいはい、まあ、さっきもとりあえずポケモン GO とか、あとはやっぱフォートナイトあたりっていうのはなんかもう少しそのゲーム
なんかネットフリックスの CEO かなんかがこう、うん、フォートナイトがライバルだみたいな話をしてたみたいなのがなんか印象的 なんか記事で昔読みました。わかるな、わかるな。だからなんかこうもうゲームにはまり込んでる時間との奪い合いが行われているし、うん、まあ、ゲームの体験の中に、例えばフォートナイトはそのなんか、それこそメタバースっぽい体験でもある、その 3D っぽい体験でもあるし、うん、なんかそこ上に、なんて言うんだろう、なんかこうあの、バーチャルななんか芸能人みたいなのをこう呼んでみたいな、なんかライブとかがあったりしますよね。はい、だからそのゲームとなんかリアルの、リアルっていうのかな、なんかそういうゲーム以外のもの。まあ、もちろんライフスタイルメディアみたいな領域がすごいこう混ざり合ってきてるっていうのが結構大きい感じがしますよね。おっしゃる通りです。で、そのあれじゃないですか、多分樋口さんにせっかくそのネタ振りしていただいたところで無理やりくっつけちゃうと、うん、クラブハウスでみんながあれだけ沸き立ったのって、やっぱりそこ社会的なその要するに盛り上がりにみんな乗り遅れたくないわけじゃないですか。うん、だからあの芸人さんがいるところに友達が行って来いよって言ってるのに、いやちょっと行かないっていうのってちょっと感じ悪いじゃないですか。だから本田圭佑さんがいて、なんかこう例えばいろんなこういいこと言ってくれてるところに行けるんだったら、なんならちょっと参加してみたいですよね。社会の流れに乗り遅れたくないっていう、うん、で結局その Web3.0 をある意味コアにしたゲームファイ的な、うん、要するにそのマルチユーザーでマルチバースでマルチコインでマルチユーザーインターフェースのものって、結局なんだかんだ言って社会に参加したいよっていうことが根源にあると思うんですよ、うんうん、だそこでいろんなアバターを使っていろんなゲームのそのアクティビティイベントに、要するにだから新しい社会の参加の仕方だと思っていまして、だそれって要するに根源の動機づけの部分ではクラブハウスも変わんないんじゃないかと思うんですよ、うんうん、はい、なんですね。なんかライブ的な体験ってすごい重要だなっていうのが、あのクラブハウスもなんかライブじゃないですか。そうですね。そのゲームがライブ的体験をすごい混ぜてきてるっていうのは、そのゲームに使っても、うん、ずっと常設的にいるようなユーザー数が、まあ、例えば何百万人、うん、何千万人とかになってきてるタイトルとかまあ出始めていて、はいはいはい、そうするとそのライブコンテンツも当然流行るんで、うん、じゃあなんか呼んできてって言って、結局は、ライブサービスじゃなくてもライブ化もするし、まあ、そのライブ体験っていうのがなんかこう、まあ、一つメタバース的体験でもあるような気がしていて、こういう方にこう向かって、なんかより、いわゆるこうネットサービスとか、あの、うんうん、スマホのサービスとかがやっぱりそうリッチ化してるし、ライブ化してるって流れが、なんか2020年なんかまたすごい加速したような感じがありますね。加速しましたね。しましたね。で、一方、その面白いことに、その特に 3.0 系のその、盛り上がりの中で言うと、あの意外とツイッターとテレグラムとディスコードっていう、うん、まあ言ったら今までもあったし、なんならその使われてたんだけど、なんかその三種の神器みたいになってて、うん、だからゲームファイ的なその新しいそのライブな盛り上がりがあるところに必ずなんかツイッターで情報を察知して、でテレグラムで情報交換して、ディスコードでいろいろわちゃわちゃイベントをやるみたいな、なんかこうちょっと新しい流れが生まれていて、はいはいはい、それもまあちょっとかなり2021年的な新しいその遊び方っていうか楽しみ方だなってすごい感じます。で必ずそのコアのライブ的な社会参加の入り口、まあ、ゲームが中心ですけど、そこの外側になぜかディスコードが必ずくっついてるっていう、うんうん、はい、いや本当にその多分ツイッターは一応もともと大きいは大きい。で、テレグラムってちょっとその、あんまり情報発信を僕の中ではしてない印象があるんで、はい、ディスコードは多分この2年ぐらいコロナ以降ですよね。に、なんかものすごいこう、普通にナチュラルにいるようになりましたよね。ディスコードでなんかコミュニティ作って。みんなディスコードに住んでんじゃないかっていう感じすごいしますね。ですよね。だからそこに、なんか多分ツイッターとかと同列になんか名前は出てこなかったと思うんですよ。さすがに2年前までは。そうですね。オタクだけのゲーム好きな人のなんかチャットサービスみたいな。そうですね。ですね。うん、だからそれも結構、まあ、ディスコードみたいな体験とかがなんか思いっきり爆発した年っていうのはありますね。はい、で続いてなんかあの、いわゆる Facebook がこうメタバース、メタ社に変わったみたいなって、これなんかトピックとしては大きいと思ってますし、なんかそもそもその、はい、いわゆるこう井口さんから見た時のその、うん、なんかメタバースってもののまあなんか定義感とか、なんかここになった瞬間になんかいろんなもののこう、もう言葉が、まあ、それこそ井口さんもオーディオメタバースだって言い方に多分なってると思うんですけど、なんかこうメタバースってもののなんか本質感とか、そういうものってのはなんか井口さんとしてはどういうふうにこう捉えられて今あの見てらっしゃるかをぜひ教えてもらえませんか。ありがとうございます。
まさか、ザッカーバーグさんがですね、完全にメタバース売り切ってメタ社っていう切り替えをするのは、自分のイメージでは1年から2年後だと思ったんですよ、正直言って。いや、ちなみにこのメタバースって言葉はなんかこう、匂いとしてなんか感じ取ってたとかあるんです、うん、そのこういう言葉が、なんかまあザッカーバーグが取り上げていくんじゃないかとか、なんかグローバルトレンドとしてでかくなるっていうのってなんか、前からあったんでしたっけ？あ、もともとオキュラスやってましたからね。あ、そうかそうか。はいはい。もともとオキュラス全力でやってるし、言ったらホライゾンっていう、そのバーチャルスペース系の R&D のチームもあったんで、はい。しかももともとその M っていう人工知能のチャットボットも作ってるし、うん、AI も超絶投資してるから、うん、だからもう要するにこう相当でかいグロスとしてはもう塊があって、うん、だからある意味 VR に入るためのインターフェースにオキュラスってもう要するに Facebook の専属みたいなもんだし、ですね、はい、そう重要なパーツとしての AI も当然そのめちゃめちゃ強いわけだし、さらに言うとホライゾンがやってるような要するにそのバーチャル会議システムとかってちょっとこう角度を変えると、要はだからゲーミフィケーションみたいなところにすぐ行けるんで、うん、だからなんかわかんないです、多分多くの人はなんとなく察知してた気がするんですけど、うんうん、なんかこう思ったより全然断然早かったなと思っていて、それは例えばオキュラスがもっと普及した後に、うん、メタバースっていうのをもっと言葉としてはなんか急に転換する可能性とかも全然あるよねとかってことでいいんですよね。あ、僕は勝手にちょっと自分は考え方が古いから、うん、はい、なんかこう Facebook の成長に陰りが見えたとかね、はいはい、うん、なんかこう要するにメタバース系ゲームファイト的なところの人たちがめちゃめちゃこう収益を伸ばしてきたとか、ね、うんうんうん、で新しいソーシャルのトレンドとか新しいその要するにそのなんていうのメタバース空間のトレンドで食われかけてるのか、あるいは本業がちょっと陰ってきてるみたいな話がなんかありきなのかなと思ったら、日本ってそうじゃないですか、やっぱりこう、うんうん、本業がおかしくなってるとやっぱちょっとなんとかしなきゃみたいに慌てるっていうパターン多いけど、はい、まあ、トヨタさんとかもね、今頃になって EV みたいな話してるわけで。だからやっぱりメタ社って、そこがやっぱファウンダーがギンギンの開発者だし、まだ若いし、センスがフレッシュなんで、だからその陰りが出てからとか、ちょっと食われ始めてからとかじゃなくって、いの一に先陣切るっていう、うんうん、そこが強烈だと思いますけどね。なるっすね。うん、これ、今ちょうどその井口さんにピックしていただいた、筒井さんっていう、はい、あれですね、グリーの、うん、はいはいはい、アメリカのベンチャーキャピタルやってる方 の, そのメタバースの記事を拝見してるんですけど、はい、これ、はい、スノークラッシュっていう1992年に、はい、SF 小説が出てて、そこでメタバースって言葉が初めて使われたとされているっていう、はいはい、そうですね、まあ、そういう前提が書いてあるんですけど、で、はいはい、かつそのインターネットの次がメタバースみたいな概念で、うん、その小説上ではこう定義されているっていう、まあ、感じだったりするわけですけど、まあ、これも面白いですよね、うん、このインターネット、多分なんか今、この Web3 ってこうインターネットプラスブラックチェーンだというふうに、まあ、いろんな定義あると思うんですけど、なっているというのが今年出てきたとともに、インターネットの次がその、じゃメタバースだっていう、このなんか、いい感じで派生してるといえば派生してるし、これがなんか融合していくようなやっぱり感じだなっていうのを、まさに思っていたときに、なんかこのメタバースっていうのが、なんか非常に面白いやっぱワーディングであり、トレンドだなっていう感じがしますね。なんかあれじゃないですか、その去年ぐらいからデジタルツインっていうのはすごい言われてた。あ、はいはい、うん、だからそのメタップスの佐藤さんとかも今すごいいい仕事されてますけど、なんていうのかな、だからデジタルツインってぜひちょっと説明というか、なんかどういう概念か。あ、だから、まあ、ミラーワールドって言い方されることもあるんですけど、うん、まあ、言ったらこう Google Earth とか、うん、Google マップの中のストリートビューみたいなものが、要はだから全地球上をデータ化されてて、しかも誰でもそこにアクセスできて、誰でもそのデータを再利用できるっていうふうにすると、例えば土地計画をやり直すとか、ね、だからいろんなことするときに、要するに現実のデータをあたかももう一個の地球みたいにいじり倒せるから、めちゃめちゃ便利じゃんっていう考え方があってですね、まあ、それをそのデジタルツインとかミラーワールドっていうんですけど、あれって言ったら、今言ってるインターネットの次はメタバースじゃんって話の一番の大きい伏線だと思うんですよね。うん、要するにインターネットってなんだかんだ言って画面の向こうにウェブページがあるっていうだけの話じゃないですか、言ったら。うん、でもそれって現実のその、まあ、地球の僕らの生活のごく一部ですよね。
だからウェブページ上に、例えばお店の情報がちょっと載ってますとか、例えばそのリンクトインに人のプロフィールが載ってますみたいな話って、なんか現実の中の、なんだろ、情報のラベルをうまく整理して、ページにして載っけてますみたいな話だから、言ったらすごく制限されてると思うんですけど、デジタルツイン的な世界にあなたもそのままジャンプして、ワープして入れますみたいなことになると、もう自分の生きてる空間そのものがインターネットになっちゃうから、それってこうインターネットのこう空間のその奥行きとか広がりとかポテンシャルの面では全然桁が違うと思ってまして、ちょっとページとかアプリの画面で見てるちょっとちっちゃい窓を通じたインターネットっていうのと、現実の空間そのものにグイッと入り込んじゃって、そこで何なり生きることができますっていう話までいっちゃうと、やっぱインターネットの次がメタバースって話は割と納得感があるんじゃないかなって思うんですよ。なるほど。二次元のインターネットが三次元化するみたいな流れでもあるっていうことですよね。そうです、そうです、その通りです。はい、でもアニメとかそう SF の世界だとそういうのがずっと昔から描かれてて、でもなかなかそういうふうに、はい、世の中ならなかったですからね、ここは。そうですね。日本人はでもあれじゃないですか、その電脳コイルとか東のエリアとか、はい、それこそあの高架機動隊とかね、知ってるから、だから本当は SF とかコンテンツの中では相当慣れ親しんだ世界観な気がしますけど。おっしゃる通りです。でそれこそ、井口さんは2009年ぐらい世界カメラ。あれ、リリースが2009年で発表が2008年なんですけど、その時も、アメリカのテックランチのイベントで審査員から、これはスノークラッシュだみたいな。あ、話があったんですか。言われましたね。ああ、メタバースって言葉では、なんか当時は特に AR とか。サイバースペースって言い方はあったんですけど、はい、メタバースって言い方は当時あんまり言われなかったですね。なるほどですね。はい、あれは当時はちなみに、僕はちょっと当時のことあまり覚えてない部分もあるんですが、はい、こういうなんか、当時の世界カメラはいわゆる AR メタバースみたいなことだと思うんですけど、はい、同様のサービスってあったんですか、その競合的なものとか。あんまり正直強力な AR アプリって当時そんななくて、でも一番強烈なライバルだなと思ったのはもう明らかに Google Earth なんですよね。ちょっと後なんですよ、 Google Earth、Google Earth が来た時に、ね、すごいなと思いました、正直。 Google Earth って僕別に日常使いあまりないんですけど、あれは別になんかある意味遊べるっていうより、なんかちょっと世の中がこう、そのなんか 3D っぽく見えるみたいなものでいいですよね、ウーラスって。そうそう、おっしゃる通りで、別にそのなんか大して実用性ないし、別に日常使いじゃないんだけど、はい、でも最初見たときに、はい、わおっていう。なりますね、なりますね。だからまあ、Google マップとかストリートビューが、その Google Earth になった瞬間に、これ全部地球丸ごとデジタル化してんじゃんっていう、強烈なインパクトがあの頃あったんですよ。だから僕はやっぱり、世界からの最強最大のライバルって Google Earth だなってやっぱ思いましたね、その頃。やべえ。はい、で、その、いわゆるやっぱりこう、世界カメラは2009年にそのやるには早すぎたっていう、多分、まあ、世界に早すぎたっていうことにもなると思うんですよ、競合が現れたと含め。で、井口さんとしては、その、いわゆるポケモン GO っていう存在は、これ2016年の7月なんで、5年前ぐらいから考えると出てきてるわけですけど、ね、はい、やっぱりこれはその、はい、いわゆるまあメタバースでもあり、まあ、結構こう、まあ、深い、ある意味こう、サービスというか、トレンドを作ってるっていう話が、ちょっと個別であったんですけど、なんかこれは、なんかポケモン GO っていうのはどういうふうに見えてて、現状どういうふうな、期待値があるとか、そういうところって、ぜひ、考えを教えてもらえますか。僕、個人的には最初、ポケモン GO の、デモムービーとか、初期のアプリの体験を見たときに、相当、なんていうかな、しょぼいなと思ったんですよ。おぉ。やっぱりその、まあ、スナップチャットとかめちゃめちゃ AR 進んでるから、はいはいはい、その AR オブジェクトの合成時のその現実空間との重ね合わせがめちゃめちゃうまいんですよ。うんうん、で、ポケゴーって初期あんまりそういうところちゃんとできてなかったんで、うん、なんか単になんかこう CG が乗っかってますみたいな感じだし、うんうんうん、そもそも画面ずっとその AR ビューで見るの嫌じゃないですか。電池食っちゃうし。うん、ただ、やっぱり、あれだけのそのポイントを地球上に作って、それこそ未だに世界中のあっちこっちで、ポケモン探しにそのスマホ持ってこういろんな人がうろうろしてるわけじゃないですか。うん。だから究極やっぱニンテンドーパワーでかいよなっていうのは正直思っていて。ああ、キャラクターパワーっていうのも当然でかい。ポケモンワールドの凄さっていうか、
ポケモンがやっぱり現実にいるぞってリアリティを、ポケモンの世界観がすごくやっぱり強烈に持ってるじゃないですか。はい。うん、だから、ナイアンテックさんをディスるつもりは全くないし、すごいいい仕事されてると思うんですけど、うん、そもそも、ナイアンテックさんしたって結局ポケモン GO 以外あんまりうまくいってないので、まあ、究極突き詰めると、やっぱポケモンの、その、なんすか、AR 世界観っていうか、もともと田尻さんって、僕らの現実にポケットのモンスターがいたらどうなのかっていうのを最初にスケッチでちゃんと書いてるんですよ。なるほど。うん、だからその、もともとのメタバース感がそもそもすごかったよなっていうのは思いますけどね。はい、ポケモンは累積で2019年時点、19年末で累計6兆円超稼ぎ出すとかなんかっていう、ね。強烈ですね。強烈すぎますね、これ、うん。強烈ですね。国家予算ですね。いやいや、本当に。だから、まあ、そのぐらいのものとの本当にこう、もちろん最高のプロダクトでもあるとともに、そういう最高のもう世界最強 IP を持ってきたっていうところは、あの当然にでかいっていうことですよね。いや、だって、イングレスってやっぱり地球上の別に AR アプリケーションって最強だったわけだし、うん、それにそのポケモンっていう現実世界をベースにした、やっぱりこうファンタジー世界としては世界最強だから、最強かける最強っていう。パワープレイすぎて、まあ、でもまあ、6兆円稼ぐよねっていうか、さすがですよね、うん。スケールがでかい。ちょうど2021年の11月に、その、はい、いわゆるこうポケゴーのナイアンティックが、あの、時価総額1兆円で344億円調達っていう記事が出てるんですけど、はい、これはなんか、あの、何に、いわゆるこう別にキャッシュもあってるじゃないですか、おそらくその1000億円くらいの売り上げがあるということで、うん、で、やっぱりそれでもこうファイナンスしていくとか、なんか次のこうステップに行こうとしてるような感じがするんですけど、これはなんか何を目指しているとか、どのぐらいポテンシャルがあるものだっていうふうに、ユースさんはなんか あれじゃないですかね、多分そのメタ社に対しての一番の最右翼っていうか、その強烈なライバルってナイアンテックだと思うんです、僕。ああ、うん。なるほど。そうだ、メタ社のもともとのソーシャルグラフをベースにしたオキュラスベースのバーチャルワールドって言ったら、なんていうのかな、現実の僕らの生身の存在を仮想空間にとにかく無理やり引き連れていこうとしてるじゃないですか。だからそのホライゾンのやってるのって結局よくも悪くも、なんていうのかな、昔ながらのデジタル仮想空間でみんなハッピーに生活しましょうよっていう提案だけど、ナイアンテックとまた逆で、デジタルの力を使って現実の空間をどうやって彩るかっていう考え方で彼らやってるし、現実世界メタバースってずっと言ってるんですよ。うん。うん。そうだ、ナイアンテックさんそこ、やっぱ非常に徹底してて、軸線がぶれないんですよね。だから、ザックさんの、いわゆるそのメタ社のその仮想世界に対して、ナイアンテックさんのその要するに、現実世界志向のメタバースっていうのは結構大きい、なんだろう、西の横綱、東の横綱みたいな、ゴジラ対モスラみたいな、うんうん、あのそういう、なんだろうな、だ強烈な対抗軸になってる気がするんで、金はもっといるんじゃないですか。なるですね。この AR 開発キットで、これはなんか、はい、ユニティの基本のスキルを持ってれば、AR ゲームを誰でも開発できるツールを公開したっていうのが、うん、ライトシップですかね。ライトシップですね。はい。これなんかも、あの、イグさんが前からご存知ですか、これは有名なんですか。あ、知ってます、知ってます。有名です。ライトシップっていうのは結構長いこと、ナイアンテックさんが仕掛けてて、それこそ、あの、なんだろう、あの、世界中のモバイルキャリア、チップメーカー、ゲームメーカー、あれベンチャーキャピタル、いろんなところがもう結構トッププレイで入ってるし、あの、知り合いのイギリス人がやってるゲーム会社が最近、そこの、その、なんだろうな、アライアンスプログラムに選出されて、作ったもの見せてもらったんですけど、うん、やっぱその開発の速度が異常に速いんで、うんうんうん、だからそうですよね。だから、まあ、戦略としては Facebook の初期にも同じようなことやってますから、うん、結局その Facebook 社もそのゲームの開発キットとかを渡すことで、はいはい、Facebook 上でそのコインが流通するようなゲームのプレイヤー、あのジンガとかね、たくさん抱え込んだわけで、だから戦略としてはすごい似てると思うんですけど、まあでもその彼らのそのファンタジーっていうか、やっぱりその特にエンジニア心をくすぐるビビッドな夢の部分って現実世界を書き換えられるってところじゃないですか。うん、うん、そこがなんかね、 Facebook
のやろうとしている提案とか、今後の方向性とはやっぱ経路が違うし、なんかちょっとこう、胸がざわざわするじゃないですか。ゲームの力で現実の世界をもっと豊かにするっていう、そのメッセージとかカルチャーってすごい魅力がありますよね。はい。なるほどですね。でも、Facebook が今100兆円ぐらいで、はい、ナイアンティックは今1兆円ぐらいだとする。で、なんかそこが対抗できるぐらいのポテンシャリティのこのストーリーがあると、なんか1兆円っていうのがすごい安い感じもしますよね。いやー、だからダイトシップの顔ぶれとかやってることの、その、まあ、要するに、その開発スタッフのそのピラミッドとかを見ると、これは相当本気だよなと思うし、やっぱどうしてもその辺はその日本のスタートアップからは、なかなかそのスケール感とか、世界を取ろうっていう時のスケールが、やっぱちょっとこう想像しづらいっていうか、もうなんか、マザーズのその、なんだろう、全体を足しても、そのうちの一部にもならないから、うん、だから強烈に、世界観とスケール感が違うよなっていうのはやっぱ感じますよね。はい。で、これなんかユニティをなんかある意味ラップしてるものに、なイメージがあるわけですけど、まあ、ユニティが今上場したのが、はいはいはい、あの1、2年前だと思うんですけど、4兆円ぐらいのバリエーションがあるんで、はい、なんかそう考えると、その、まあ、ユニティと別に全く一緒ではないにしても、ユニティ補完的なサービスでもあり、なんかユニティプラスネアティックで今5兆円ぐらいとかって考えると、なんか、まあ、もっともっとなんかこの可能性が実はあるんじゃないかっていう、なんか期待値をなんか持てるディールではあるかもしれないです、これは。いやだから500倍ぐらいいくんじゃないですか。いや、それはそれだけのポテンシャル感じますけどね。また現実世界メタバースって本気で実現したら、やっぱり全然バリエーション、いや、一兆円安かったねってなると思うんですけどね。うんで、なんか、ナイアンティックも、いわゆるクリプトプラス AR みたいなものの記事が出てて、これもなんか、井口さんもびっくりしていただいてるんですけど、これはなんかどういう。これ、面白くて、デビットカードをデジタルで、その、要するに、再設計しようとしてるスタートアップがありまして、そこと組んで、要するに、現実空間で宝探しすると、まあ、要するにそのお金がもらえますみたいなやつなんだけど、これ一応ブロックチェーン使ってるらしくて、まあ、ちょっと、まあ、見る限りまだちょっとなんとなくなんちゃってブロックチェーンな感じがするんですけど、でもまあそのなんだろうな、想像つきますよね。だって地下鉄乗ってこのポイントとこのポイント移動したらコインがいくらかもらえるって言ったら結構やりそうじゃないですか。なるほど、うん、でもあれですね、日本でもいわゆるポイントアプリみたいなのがなんかめちゃくちゃグロースしてるものがあるとかっていうのを聞いたし、まあ昔からカテゴリーとしてありますよね。ありますよね、あります。ポイントサイトで、まあ、年商、まあ、10億、20億とかが十分にあるっていうような会社って、なんかたくさんあるんで、ありますね。そう考えると、そのポイントが別にビットコインでもらえる方が、なんか今のもアップサイドとその利用用途的なものでも、なんかだんだんともう社会実装され始めてるんで、だからその、全然その彼らがその、なんか、いわゆるなんか日本でいう T ポイントみたいなものをやるよりも、もうビットコインでっていうのはなんか結構現実的だし、そこの機構みたいなのを用意しているものと組むっていうのは、全然普通な概念になってきているってことなんですかね。これ結構強烈で、結局その、なんか似てるんですけど、その、あれじゃないですか、今のポイントってなんだかんだ言って、その現実のサービスで消費できるその機会ってそんなにないから。でクリプト化されるとそのコインとして使える以外に資産としても使えるので、それ自体が価値を生んだり他 の, その投資に回したりとかっていろんな使い方ができるようになるはずなんで、だからポイントサービスとして単にブロックチェーン使いましたっていうだけじゃないかなっていう、その将来まで広げて考えるんですね。なるほど、はい、あとこのなんかこうポケゴーとかの並びでいくとなんか、はいはい、AI アバターと AI アシスタントを NVIDIA が発表してるみたいなのがあって、これもピックいただいてるんですけど、これはなんか、まあ、NVIDIA って結構フロントのアプリケーションっていうのは結構裏方なサービスな印象があったんですけど、これはなんかどういうものだったりするんですか？これもね、僕あんま詳しく知らないんです。 NVIDIA のその要するにパートナーシップのプログラムの中にそういう NVIDIA のパワーを使うことによってこんなにアバターがリアルに生成できるし動かせますみたいな、要はだから彼らは要するにチップを使ってもらえばいいわけだから、要はだから基本の技術スタックだけ作れば、あとはそのビジネスモデルとかサービスのユースケースは、まあ勝手にやってくれみたいな世界だと思うんですよね。で、これやっぱりこう、そのなんだろう、ベッドの仕方としてはすごいうまいと思いますね。やっぱそこは今まだまだ足りてないんで、
滑らかなアバターの生成とか、それのそのなんだろう、なるほど、あのいろんなサービスをこう縦断、その縦横に横断して使えますみたいなところまではまだ来てないから、マーケットとしてはまだまだ全然伸びしろがあるんで、はい、まあ、NVIDIA がなんでやってるのってところは、単にもチップの要するにその、うん、なんだろう、ユースケースとか消費量をどんだけ伸ばすかってことだと思うんですが、これを使ったもっとこうすごいサービスとかユースケースを考える人が出てきて、ようやく届くんじゃないですか。まだこれは技術でもですよ。そうすると今あの NVIDIA のバリエーションを見てみたんですけど、今75兆円とかそのぐらいあります、ね、おお、強烈だな。このなんかある意味こう GAFA と買ってこうフロントのサービスをやってるわけですよ。裏方のサービスをやってて、このバリエーションまでたどり着いている企業で、かつこの NVIDIA もあのここ 1,2 年まで全然そこまで行ってなかったはずなんで、うん、だからやっぱりこう世の中急速にこうそういうテックジャイアントがこう伸びまくってるっていう感じとともに、あのいいですよ。だから今バリエーションで言うと世界8位です、ね、NVIDIA は。いや NVIDIA はね、やっぱりね、シリコンバレーでもめちゃめちゃ存在感がありまして、あ、そうそう、なんかすごい人取ってるし、やっぱ AI 強いんで、なんかちょっと昔とチップメーカーのその立ち位置とかやることがかなり変わってきたんじゃないかなって思いますけど、うん、まあ、そういう意味では、まあ、NVIDIA をの動向とかを、まあ、多分日本でウォッチしてるのほぼいないと思うんですけど、もう少しそのこれからの、まあ、クリプトになってもそのいわゆるこうなんかこう何て言うんですかね、 PC パワーを使うとかって話があるし、当然その、まあ、オキュラスとかああいう VR のツールもあの PC パワーを使うわけなんで、なんか NVIDIA の動向をもっとウォッチするっていうのも、なんかこれから3年5年でいくと全然その日本だとそこまでやってきていないと思うからこそ、なんかウォッチして考え方を持っている人ってのは結構強いかもしれないっていうのありますよね。そうですね、だからシリコンバレーでもシリコンっていうだけあって、はいはい、チップメーカーの存在感めちゃめちゃあるし、人材の流動性もすごい高いから、言ったらあの普通にいるんですよ、うん、チップメーカーでその AI やってますみたいな人とかがあの普通にゴロゴロいるので、ちょっと話聞いてみるだけでもめちゃめちゃ面白い、まあ、自動運転とかすごい強かったりもするじゃないですか。だから木下さんおっしゃる通りで、そのチップメーカーの人をあの要するにちょっとあのさらってきて話聞くっていうのは、なんかすごくあの手っ取り早く今後の技術トレンドが分かるっていう点では有利だと思いますね、はい、日本だとあんまりその感じがないかもしれないですね。いくつかちょっとピックしていただいたものを取り上げると、まあ、オープンシー、はい、これまあいわゆる NFT のマーケットプレイスだと思うんですけど、多分まあ今年で言うと、その2021年で言うと、はい、あのオープンシーとアクシーインフィニティがこう出てきたことによって、スマートフォンゲームにおけるパズドラみたいなものが出てきたっていうふうに捉えて、そうですね。なので、これから、ね、まあ、世界中であのオープンシーをやりたいみたいな話がボッコボッコ出てきて、うん、まあ、オープンシーが取り込んでいくかもしれませんし、うん、なんか、後発の企業がこう、Facebook も最初の SNS じゃないんで、あの、うん、どんどん新しいのが出てきてっていう時代に到来していくんじゃないかなっていう感じが、まあ、しますよね。いや、アクシーインフィニティは僕全然使ってないんで何とも言えないんですけど、うん、オープンシーは自分も NFT アートを出展して、売ったりしてるんですね、うん、で、あれ多分なんだろうな、なんかやっぱクリプト系に興味があってでもよくわかんないなっていう人は、まあ、絶対やった方がよくって、うんうん、メタマスク設定して、でオープンシーアカウント作って、でなんか売ってみるとか買ってみるっていうのは絶対やるべきだと思っていて、だからそれを見てると、そのどのチェーンが値上がりしてるとかね、どういうそのコンテンツが今人気あるのかとかってめっちゃビビッドに分かるし、うん、あのなんだろう、取引高がやっぱり月3000億超えたっていう瞬間にやっぱちょっとやばいなと思いましたね、うんうん、はい、オープンシー面白いです。あの、はい、あの僕もだ2021年になって、そのいわゆるこういう、まあ、オープンシー含めたアプリ、いわゆるこう、はい、クリプトのアプリケーションみたいなのってなんか、まあ、ほぼ初めて触ったように近い、あの取引所とかまあアカウントあったりしましたけど、うん、でもその、いわゆるこうメタマスクとかで、いわゆるウォレットでログインしたらもうすぐ買えるじゃないですか。うん、そうですね。で、これがやっぱりちょっとすごいなっていうふうに、うん、いわゆるこう、今までって、その、いわゆる GAFA もそうですけど、会員登録してユーザー情報を持つのがもう当たり前で、で、その人たちになんかメルマガ送ってっていうサイクルだったと思うんですけど、はいはい。その、まあ、クリプトのサービスってもうメタマスクだけで買えますみたいな、うん、あのログインいりませんみたいなサービスばっかじゃないですか。そうですね。だから、なんか、これってその、なんて言うんだろう、こう、Web3 にあんまり関係ないと思ってる企業家にも僕は結構これを言っていて、うん、あの、会員情報とかもう持てなくなる時代来てるよと。そうですね。
はい、うん、そうしたときに、そのあなたたちは実際どうやってマーケするのかっていうことを考えないといけないみたいなのが、なんかこう、ぐるぐるしちゃう概念なんですけど、あのそれ、極めて大事だと思うんですよ。結局だって、なんかこう、やっぱ 2.0 的な文脈に慣れてる人だと、結局ユーザー囲い込んでデータ吸い上げてみたいなところから逃れられないし、あとやっぱりユーザーデータがいつでも、いわゆるインターオペラビリティって言いますけど、はいはい、サービスを超えて持ち運び可能になるってことは、要するにそのサービスそのものが提供したデータをひょっとすると自分たちが占有しきれないっていう問題があって、要するにそのユーザーが外部に持ち出して自分のサービス以外で使うってことすら普通に起こりうるし、それを閉じちゃったり禁じたりすると、こいつら分かってねえって言って見捨てられたりするからそう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 、なんじゃそれっていう、使い勝手悪いじゃんとかって言って、要するにその見放される可能性すらあるから、それって今までのそのウェブのサービス概念の中になかったじゃないですか、はい、うん、クラウド側でデータを全部抱えて全部ずっと持ってるっていう状態みんな慣れちゃってるから、だからその感覚をやっぱ味わっとかないとちょっとやばい気がしますね。だからなんかメルカリ、まあ、なんかいるマーケットプレスとかって意味でいくとメルカリとかみたいなものじゃないですか、うん、そのまあまあまあ、はい、で、うん、メルカリってユーザーがじゃあなんか何歳ぐらいでとか、会員情報持ってるのかみたいな議論の中で、例えば VC が投資してきたと思うんですよ。うん、はいはいはい、そうですね。で、オープンシティって、投資家はどうバリエ、なんか流通額が見ると思うんですよ。でも、世界中の誰かとかも別にその、特定完全にできてるわけじゃないというサービスだと思うんで、これどうバリエーションして、もう何を信じてやっているんだみたいなところが、もうめちゃくちゃこう、もう現地 VC とかにも僕もめちゃくちゃ聞きたいテーマの一個ですよね。まあ、あのおっしゃると思いますけど、原則はそうなんですけど、ただデモグラが全く取れないってことは多分ないし、そう、なんか要するにそのリサーチの手法もどんどんその宣伝されていくから、はいはいはい、ユーザー行動データとかアンケートに答えるとか、いろんな取り方とかつかみ方あると思うんだけど、うん、まあ、大事なのはやっぱり占有できないっていうところですよね。うん、そうそう、抱え込めないっていう、そうそうそう、うん、なるほど、はい、あともう一個次ですね、あの、はい、サンドボックス、メタバース NFT の領域で本命誌みたいなあの、はいはいはい、記事があって、これ、まあ、あのサンドボックスをちょっと簡単に説明すると、あの香港のアニモカブランドという会社の子会社で、はい、このサンドボックスっていうのはなんかメタバースのメタボースバース×ブロックチェーンのプラットフォームですよね。はいはい、そうですね。そうですね。まあ、これ、はい、僕もユニークかつ非常に面白いサービスだなと思って見てたりするんですけど、この辺はなんか井口さんはどういうふうにウォッチして、なんか注目ポイントはどんなところになりますか？いや、僕個人的には相当なんかこう天国と地獄両方あるなと思っていて、はいはい、いわゆるそのゲーム空間を買って値上がりすると美味しいみたいな話って、はい、やっぱ言ったら一つのバブルでしかないから、うんうん、だからすごく健全に、いや面白いじゃんって言ってどんどんその発展拡張していくのか、意外と実際のゲームが本当にリアルに提供されたときにNFT の値上がり関係なく入った人たちが、じゃあ楽しいかっていうと、意外とそうでもないぞっていう時に、結構その逆に地獄に触れちゃう可能性もあるから、結局やっぱりユーザーの体験性に行き着くから、なんかまだまだ正直その本当の価値は分かんないですよね。うん、で、僕はもちろんなんか新しいゲームの形として成長してほしいと思ってるし、それが新しいなんかこう経済循環を作ると思ってるんですけど、うん、まあ、それは正直ユーザーが決めることなので、現実蓋を開けてみたらどうかっていうのは分かんないですね。サンドボックスが93億円ぐらいを資金調達していて、おそらくこれもユニコーンですよね。はい、数千ぐらいついてるという。で、そうですね。そのサンドボックスのトークン、その土地をまさにそのサンドっていう通貨があって、これで売ってると思うんですけど、その今、はい、2020年12月時点だと6000億ぐらいのトークンバリエーションが、まあ、ある。はい、だから、こう、すごいよね。大体その、ね、なんていうんだろう、通貨としての、あのいわゆるこうイーサリアムとか、はい、あのビットコインだと思うんですけど、うん、その通貨としてのそのトークンっていうのはあるんですけど、うん、それなんかプロダクトとしてトークンのバリエーションが、まあ、一定ついているっていうものって、うん、なんか実はそんなにまだまだ世界でも事例が、うん、あのそのちゃんと動いている、まあ、ちゃんと動いている定義もありますけどね、あのプロダクトないやつ、まあ、このなんかメタバースっていう分かりやすいビジュアルのプロダクトでいうと、多分やっぱりサンドボックスで僕注目企業とは思ってて、これが一番わかりやすいですからね。はい。だからこれがなんかどういう評価に今後なっていくのかとか、どう発展するのかしないのかっていうのが、まあ、興味ありますよね。なんかヒューストンにあえてちょっとこうトリッキーなこと言っちゃうと、
例えば明日、ナイアンテックさんが、現実世界メタバースを売り出しますとか言って、はいはい、ポケゴーワールドの敷地をもう競売で売れるようにしたりしたら、とんでもないことになる気がするんですよ。なりますね。そう、だから、そういうことが、まあ、どんどん起こってくる2022年だろうなと思っていて、じゃあ、サンドはすごくいいと思うし、なんかめちゃめちゃ可能性をはっきり、分かりやすく提示してるんだけど、うん、売り先って別にバーチャルのゲーム空間だけじゃないんで、うんうんうんまあ、それこそナイアンテックが現実の空間のアセットを売り始めたりするみたいなことも、正直、全く夢物語ではないから。はいだいろんなものが売り出されて財産になって流通するってことをもっとこう、まあ、お正月は おせち食べながら夢を広げるといいんじゃないかなって思いますけど、ね、なるですね、はい、でも確かに今、うん、サンドボックスのバリエーションが6000億ぐらいある6000億円ぐらいあるんで、うんうんはい、仮にポケゴーがまさに同じように、うん、多分トークンでいきなりこう、うんまあ、上場するとかなった時に、うん、会社の時価総額今1兆円ですけどトークンのバリューション10兆円ぐらいついてもなんかそんなに驚かないかもなってます、ね、トークンのバリュー10兆円いくでしょうね行くでしょうねいっちゃいそうですよね、まあ、3兆円とかは絶対いくんじゃないかって感じがしちゃいます、ねうんはい、だからエクイティのバリューの付け方に対してトークンのバリューの付け方が今ものすごく伸びてきてるから、はい、だから、まあ、まさにその金融資産のど真ん中だけど、はい、ベンチャーキャピタル その要するに投資契約の考え方とか、うんバリューの付け方がめっちゃ変わってくると思っていて。いや、おっしゃる通りです。だから、バリューを評価できないっていうか、受け入れられない VC が今後かなり厳しいんじゃないかっていう、うん、思います、はい。で、その先に僕は何が起きるかも、まず、シード VC は、結局、うんうんその、いわゆるトークン発行するまでの間のチームアップとか、あとは設計の部分で、はいはい、結局、エクイティで受けると思うんで、エクイティの投資チャンス自体はありますと。でも、アップサイドはトークンになっていくっていうのがすごいその経営陣としても、まあ、VC としてもなっているの で、ねまあ、そこにこうどう、ある意味こう抗っていくとかっていうか順応用していくかみたいなのが2022年以降のもう結構大きなやっぱりテーマグローバルでは進んでいるしでも日本ではなんかまだまだそういうファンドばっかりじゃないのでなんかそこはすごいテーマ感がありますっていうのが一個であともう一個は僕自身がこう見てる世界観の一ついくそのじゃあまあポケゴーがいわゆるこうトークン化するかさておき、サンドボックスが6000億のバリエーションがそのトークンではあるんですよね。はい、で、このバリエーションを生かして、なんかこう、うん、じゃあなんかトークンの株式交換とか、トークンの買収みたいな、うん、なんかそういうようなものがこう来年以降、多分めちゃくちゃ増えると思ってまして、うん、でそうすると、その日本でもなんか何百億のある意味 MA みたいなものが、うんまあ、トークンなのか会社なのか、ちょっと僕もわからないことがあるんですけど、うん、だそういうのがこう、これから起きる時代感が、なんか、目前に迫ってるような気がしてますね。いやその話めちゃめちゃ熱いんですけど、なんかちょっと若干ネガティブなことも含めて言うと、その日本の税制がまだまだそこに対応しきれてないから、結局その利益確定した段階でまだ現金化してないのに税金払わないといけなかったりっていう問題もやっぱあるんで、はい、なんか結構ジョージアに行ったり、南米に行ったり、コスタリカに行ったり、それこそシンガポールに行ったり、だから結局そういろんなエンジニアリングリソースとかプロダクトリソースがなんか結構日本国外に出ざるを得ない状況があるんじゃないかなっていうちょっと危惧しています、ね、だからそれもしょうがないっていうか結局トークンで利益を作ろうとするとやっぱ税制が追いつかない限りはやっぱり怖くてできないからそうですねそうそうそうそれはあるかなと思いますけどね例えばロックアップがついてるとそのもう確定した時点で税金を払わなきゃいけないんだけど、入金は2年後とかになっちゃう可能性があるんですね。そうなんですよ。そう払えないんですよ。もう金額が大きいほど大きいほど、もう全然払えないっていう金額になる可能性のディールがあったときに、株主みんなもう、まあ、ある意味死亡するというか、もう金利を放棄する以外ないとか、そういう感じになり得ちゃうんですよね。爆死しちゃいますね、はい。それはもうみんな今言ってます。じゃあ最後。うち、あ、すみません。ちょっとだけ広げていいですか。はい、ちょっと恨み節もあって、うちだから、US のその、まあ、本店だし、投資契約も全部英語じゃないですか。だから一部の有力 VC の方からは、はい、ごめんなさい、ちょっとできませんっていうケースがあって、はい、だから US 本店で、かつその英語その契約は無理なんですっていうところがありまして、はい、ああいう人たちはどうするんだろうとか思ってて、もう無理じゃんとか思って、もうだから、その英語とか US ってだけダメなのに、今後だから遠くになったり、シンガポールになってくると、ますますダメじゃん。っていうのがちょっとやっぱり嫌だなっていう早く対応しようよっていうのは思います
はい、それも変わっていくと思い、まあ、もう変わらざるを得なくなってきていて、そこでここから3年後ね、やっぱりかかるっていう感じだと思いますね。僕らもやっぱり英語だとちょっと投資客無理ですとか、別にあの言ってないですよ、これまでも。でも、もう本当にもう無理ですって時代が来ちゃってますよね。そうですね。そうですね。はい、じゃあ今回、最後のトピックスで、はい、あのまあ、Facebook とかの話をまあずっとしてきたんだけど、最後、ジャック・ドーシーが社名をブロックに変えたと。これをちょっと取り上げたいなと。で、まあ、それはいわゆるこう、まあ、ネクスト・ガーファーと言える会社の、まあ、ある意味一社が、まあ、ある意味スクエアだったり、まあ、ツイッターなんか経過で降りるって話があったんですけど、はい、あのやっぱりジャック同士はちょっと期待したいなっていうのもあるんで、なんか井口さんから見るとこの、まあ、この判断とか、スクエアをどういうふうにこう、まあ、捉えてるみたいなことを含めて、ちょっとぜひコメントで。僕、まあ、ジャックさんについてやっぱりあえて言いたいのは、やっぱ本来は株主構成がグダグダでなければ、ツイッターとスクエアは一緒にしちゃえばよかったと思うんですよね。うん、だやっぱりそのなんていうかな、その小ぶりの DX をやるためのある意味一番先端的なツールのスクエアを持っており、うん、あ、そういう DX をするための情報のパイプラインとしてある意味最強のツイッターを持ってるっていうところで言うと、本来そこ一体化してお金の流れをもう一回整理し直したら結構すごいその大きい会社が作れた気がするんですけど、やっぱそこがやっぱツイッターがもともと株主構成がちょっとグダグダなんで、うんうん、だスクエアはそこがまあ綺麗だったんでうまくまとまってると思うんですけど、そこはなんかちょっともっとやりようがあったんじゃないかなって思いますし、うん、でブロックは多分ね、これからまた大きいプロダクト仕掛けてくると思いますね、うん、あの人多分そのトークエコノミーっていうか Web3.0 本質的に理解してるから、うん、今までのペイメントがどうこうっていうんじゃなくって、もっとこうインフラベースの結構ごっついプロダクトを来年や再来年ぐらいに持ってくると思いますけど、それは交互期待だと思ってます。あの、はい、日本だとあまり馴染みがないんですけど、あの確かスクエアって、はい、あのキャッシュアップってスクエアでいいんでしたっけ？キャッシュアップ、そうですね、スクエアですね。キャッシュアップってどういうポジションだとか、うん、あとベンモでいいんでしたっけ？ペイパルかなんかで。ね、ベンモがやっぱりある意味最強でして、あ、そうですね、キャッシュってやっぱりベンモに全然勝ててないんですよね。なるほど、なるほど。ベンモはね、みんな使ってるんですよ。両方送金、なんかペイペイみたいな送金アプリっていうことでいいんですよね。ベンモはね、要するに個人間の支払いツールで、ペイパルの代わりに使われてるんですけど、うんうんうん、ペイパルってめっちゃ不便で、個人間送金すごいやりにくいんで、うんうんうん、まあ、割り勘とかしてじゃあ払いますって、大体ベンモなんですよ、うんうん。で、キャッシュは正直言って全然勝ててなくて、あ、そうですね。すごいいいアプリで、UI めちゃめちゃいいんですけど、なぜかベンモがもう圧倒的に広がっちゃったんで、はい。なるほど。ベンモはもう定番です。アメリカで生活するときになくてはならないアプリですね。今でもそのアメリカでもまあある意味こうあの生活がある、あの井口さんから見るとプロダクトベースでいくとスクエアは今見えてる世界線でいうと、なんかどの辺がやっぱ一番可能性があるって感じに見るんですか？例えば全く新しいものが出てくる。いやー、だから究極言うと、僕がジャック・ドーシーさんの立場だったら、多分 Web3.0 のスクエアは何だろうかっていう根本的に作り直すと思うんですよね。うん。うん。だからまあ分かりやすく言うと、メタマスクのなんかもうちょっとこう使い勝手が良くて、はいはいはい。で、どんな人でも導入できるみたいなものをやっていいと思うんですけど、うん、なるほど。そこはな、メタマスクやっぱ UI めちゃめちゃ悪いんで。確かにそうですね。うん。だから、なんかそのスクエアの Web3.0 版っていうか、分かりやすく言うと、メタマスクをもっと超絶、簡単にして誰でも使えるようなものは、まあ、作れると思うんですよ、スクエアは。うんうん、でも、その時に、例えば、なんかやっぱりこうスクエアって名前じゃなくて、まさにブロックって社名にして、その乗り込んでくるとしたら、うん、なんかそのコミュニティからのこう受け入れられようっていうのは全然違うっていう感じしますもんね。そうですね。はい、いや、スクエアは信用があるし、ブランド、バリューがあるんで、スクエアすごいいいんですよ。うん、いい会社なんで、うん、デザインもいいし、やっぱこう、ベイエリアとかのすごいなんかこう、慕われてるっていうか人気があるんで、いや、よく変えましたね。スクエアっても結構定着してるから、はいはい、そうそう、やる気ですね。やる気を感じます。なんか全然違う方向、まあ、メタもそうですけど、違うネクストを本当に測ってるっていう感じのアプリですよね。そう、だからザックさんのメタって言い切ったのと、ジャックさんがもういきなりブロックって言い切っちゃうっていう、おいっていう、なんかこう既存株主とか既存の IP とかも関係ないのかみたいな。
この2社ともそのめちゃくちゃなんて言うんだろう、このシンプルかつなんかなんて言うんだろう、こうもうあの勝者じゃなければ使えないワードを選んできたのがやっぱすごいそうですね。メタブロック。メタブロック。そうですね。だからいやまあ本当にまあ象徴的なあのメタとブロックの社名変更ってのはなんかね、あのクリエイティブの歴史にもなんか名を残しそうな話ですよ。まあ正直あのブロックはまだあんまり受け入れられてる気はしないし。はいはい。ユーザー、エンドユーザーもどっちかっていうとこ何なんだろうっていう、よくわかんないなって状況だと思いますけど。確かに確かに。まあ多分、なんかメタマスクのすごい、なんかこう、スクエア的に洗練されたものを持ってくるみたいなことは普通に考えられるよなっていう。面白い。はい。できそうですね。はい、うん。じゃあ一応、あの、いただいた一通りあったんですけども、はい、井口さんが、最後なんか2021年で、まあ振り返りのコメントでもいいし、なんか2020年こういう年になるとか、なんかそういったなんかこう、ちょっと最後の総括みたいなコメントいただけますか。まあ、すみません、僕個人的にはあの国光さんと違ってあのクリプトというか Web3.0 に完全に乗り遅れましたので、はい、もう今もう猛烈に勉強していて、おーでチームにもクリプト系の人をたくさん入れてまして、はい、もう相当自分の中ではこうなんか土台の部分から組み替えているところでして、でやっぱりそれの一番の大きい気づきはオープンシーとメタマスクでした、うん、正直簡単に言って、うん、であれでやっぱりこう所有の概念が変わるし、今までの情報のインターネットが価値のインターネットに変わるっていう、まあ、本当にめちゃめちゃ大きい節目に、生存することができたんで、まあ、ちょっとオーディオメタバースはそこを、やっぱ自分たちのコアとして、単に UI が新しいとか、コンテンツが新しいとか、なんか空間が面白いとかそういうことじゃなくて、結構の根っこの部分からこうゴリッとやっていきたいなと思ってます。うん、はい。じゃあ、あの、まあ、何を、まあ、クリプトに入る人は、まあ、あのメタマスクとオープンシーをまず触ってみるとか、まあ、買ってみる、売ってみるみたいな体験から始めていこうってことになるんですかね。なんか売ってほしいな、できれば、うん、ミンとして売ってほしいです。なんかやっぱ売るっていう苦労も含めて面白いから。うん、はい。確かに。ユースさんもたくさん売るものあるんじゃないですか。いやいや、でもメルカリも売ってみて初めて分かるサービスですよ、あれは。あれ、やっぱ売るのも楽しいですから。うん、いや、わかります。なんか、こんなもの売れるんだとかですよね。そう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 。うん、自分売れるんだみたいな。売られるんですよね。そうです。そうです。売ってみるっていう。わかりました。はい。それでは、今回もお付き合いいただいてありがとうございます。ちょっと、まあ、こういうシリーズをぜひ、定期的にやりたいなと思いますので、はい、またお付き合いいただければ嬉しいです。ありがとうございます。楽しみにしてます。はい。お疲れ様です。ご苦労様です。